なんと15年ぶりに、はい、15色目の新色が出ました。グレーが出た。これがあのグレー、シルバーです、ね、あ、結構グレー入るんだ。こんないい情報を先に俺に教えてくれていいんですか。当たり前じゃないですか。どうも、タケトです。さあ、本日はですね、私が DIY するときによく来させてもらっているこちら、ギャラップさんでですね、ブライワックスの新色が出たということなんでやってまいりました。ちょっと行きましょう。行きましょう。失礼します。あ、矢野さん。あ、こんにちは。ブライワックスの新色が出たっていうのを聞いたんですけど。前に言ったのに全然これ聞いてなかったじゃないですか。いや、俺すぐよ連絡もらって。もう前だったら速攻聞いてたのに。いや、昨日速攻時間ない中来て、で今日来てんだから俺。なんでそんな言い方するんですか。すいません。これが例の。はい。ブライワックス。ブライワックス。いっぱい、はい、全部で14色ぐらいもあるんですけど。うん。14色展開だからこれってことですか。そういうことですね。こんだけいけるんですよね。で、はい、このグレー、はい、あの色開発に2年ぐらい、まあ、もうちょっとかかったかな、かかって、まあ、最初の案から言うともっと期間は長いんですけど、はい、なんと15年ぶりに、はい、15色目の新色が出ました。グレーが出た。やっぱね、古材のイメージってグレーなんですよ。俺グレー欲しかったの。本当、その通りで、はい、やっぱりこういうお店の内蔵に使ってるこういう古材の、はい、こういう色、これやっぱグレー、ね、古材イコールグレーみたいな、はい、風潮にどんどんなってきてるので、はい、まあ、このブライワックス塗れば古材風になるっていうふうに世間で言われてるんですけど、はい、でなぜそのグレーがないかっていうところで、あ、なんでなかったんですか。やっぱ色開発が難しかったんですよ。なるほど、この感じを出すのが難しいってことですね。この何とも言えないこの、はい、このグレー色が、はい、あーで、やっと出たんだ。じゃあこれ待ってる人多いかもしれないですね。いや、結構いると思いますよ。うわー、まさにグレーだ。なんかワックスって言うと茶色ベースなイメージだから。そういいね。あると仕上げのこの幅も広がる。うわー、いいじゃないですか。今ちょっと俺あの空き家 DIY やってるから。ああ、やられてますね。それの壁かフローリングをやっぱグレー入れたいんですよ。でこれもただただなんか、はい、これ一色塗るとすごく単調な感じになっちゃうんで、はい、まあ、より他の色をちょっと混ぜながら、はい、複雑な色にするとより古材感みたいなすごく増していくんで。はあ、いや俺もう単色しか入れてなかったです。いやいや、もうできるだけ複雑にした方がいいです。した方がいいんですか。え、でもそもそもそのワックス塗る前の下地は重ねるって何を塗るんですか。まあ、僕たちの場合はもう大体この水性のステインですね。ステインなんだ。これもブライワックスで出てるんですけど、ウッドダイって、はいはいはい、あ、これもブライワックスから、はい、これもちょっとステインなんだ。そう、色展開がこれだけ、はい、下地にこれが入っといて、はい、ブライワックスの、まあ、重ねる、重ねる。でこれだけ色数があるんで、まあ、はい、何通りできるかちょっと分かんないんですけど。確かにね、何百通り、何通りも。あ、じゃあまず下地に水性のステイン入れるの大事なんだ。めっちゃ大事ですね。古材っぽくなんか複雑にするっていうことは、はい、工程が増えるから、はい、手間がかかるっていうことで、うん、まあ、ちょっと敬遠されるっていうか。ねえ、だって楽じゃないもんな。 それも結局業者にお願いすると、はい、やっぱそれだけ手間がかかるから。そうですね、工賃はかかりますね。料金も高くなっちゃうから、うん、じゃあ自分たちでやろうかなとか。自分たちでやってみるとやっぱその複雑な工程ってやっぱ大変だから、うん、手っ取り早くなんかこう多少仕上げちゃったりとか。あとプロの凄さをね、より実感しますよね。されたりとかね、やっぱ、うん、金払ってでもやろうとした方がいいのかな。じゃあ、まあ、はい、なんだこれ。こんなのまあ手作りで、はい、あの作ったやつなんですけど、はい、まあ、何でもいいです。あ、こうビス出しててね。そうそうそう、はいはいはい、これも作ったんです、手作りで。こんなのちょっとこうちょっとした打根傷っていうか、はいはいはい、このものを使い入れなくて、これを無作為につけるためにこのランダムになってんだ。考えずにランダムにこう。なるほど。この叩き加減もね、それぞれ、なるほど、好み、好み。あ、で手の子で
残りもこの軽く傷を軽くですね、そんなゴリゴリやんなくても全然ない。はいはいはい、まあ、これだけだと全然分かりづらいと思うんですけど、うん、分かりづらいよ、どこに傷入れたかが分かりづらい。あ、でペーパーかけんだ、一瞬ちょっと張り寄せて、はいはいはい、このフュームドオーク、フュームドオーク、このサンプルで言うと、はい、この何とも言えない、うん、いいですよね、なんか苔でもないけど、なんて言えばいいね、日本のなんかあれにはなかなかない色ですよね。あ、そうなんだ。だって多くは聞いたことあるけど、このフュームドがついてるのがよくわかんない。あ、俺これステインもハケで塗ったり布で塗ったりしてたんですけど、スポンジがいいんですか、やっぱ。いや、全然ハケでも布でも何でもいい、塗れれば何でも、塗れればいいんですか、何でもいいです。わあ、すごい表情出てきたよ。これまあ染色剤ですね、はい、めっちゃいいじゃん。もうこの時点でこのフローリングいいけどな。ここでやめちゃダメなんですよね。ここでやめ、複雑にしないといけない。あ、これ塗る順番としては一回乾かしてあげなきゃいけないですね。乾かして、必ず乾かして、しっかり、はい、ほんとこのドライヤーでいいってことですか。ドライヤーとか、あともうちょっと梅雨の絨毯のヒートガン、はいはいはい、ヒートガンまで手出ないよって人はドライヤーでもいいってことですか。時短したかったら、でも時間ある人は自然乾燥でもいいってことですよね。全く問題ない。あ、でまたもう一回ペーパー行くんだ。まあ、なんだこう当たりをつける、これも塗りっぱなしじゃなくて、え、当たりってあれですか、ジーパンの当たりと一緒ですか。当たりと同じような感覚ですね。確かに当たりがついた方が馴染んでくるな。これも要は複雑にするっていう中の一工程ですね。なるほど、ペーパーも大事なんだな。ここから、はい、分かりやすいように2色塗るんで、はい、でこれがあのグレー、シルバー、あ、結構グレー入るんだ。結構グレーがしっかり入るんですね。あ、シルバーグレーっていうだけあってちょっとなんか光沢もあるよね。そうなんです、銀の、そのネズミ色っていうよりかはこの、うん、パーンと光が当たってパシッとこう反射してるようなグレーですね。はい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 、これがシルバーグレー、シルバーグレー。あ、でもね、この時点でやっぱ奥に1個ステイン入れた意味がありますね。そうなんです、奥に色がある。でこっちがミディアムブラウン、はい、まあ、薄い茶色なんです。あ、本当だ、薄い。あれ、こっちもいいっすね。こっちもやっぱステイン入れた意味がこの傷つけたとこに奥に入ってるから、これも比較対象で、はい、ただこのミディアムブラウンだけを塗るのと、はい、ただこのグレーだけ塗るのと、じゃあ違いが、まあ、この後またこの違いがはっきり出てくるんですけど、下地に色が入ってるか、本当だ、本当だ。こっちだとなんかね、全然面白くないですね。まあちょっとこう単調というか、でもこれはこれで好きな方ももちろん、単調に仕上げたい人もいますもんね、はいはい、だから一度塗り、好みになってくる。そう、好みですね、本当本当に。あら、ウエスで一回拭いた方が表情出ますね。結構拭いて、でまた最後に、はい、あ、つけてあげんだ。そう、めちゃくちゃいいじゃん。でもなんか工程重ねるって言ってもそこまで複雑にしなくてもこの感じ出せるんですね、はい、いや、めちゃくちゃいいじゃん。これはこれでまあ好きな方もいらっしゃると思う。確かにね、うん、うん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 、でもちょっとこうなってる方が、俺はこっちをやりたいんですよ、俺は。で、これがまあ傷ありバージョンと、はい、まあ、この傷なしバージョン、なしバージョン、だから塗り方と傷の付け方、はい、とペーパーのかけ方、もう取り方、はい、ペーパーの当て方ですね、当たりの付け方、はい、だけでこんな同じグレーでも 1,2,3 表現の仕方がある、ね、面白い。やっぱグレーが出たならグレー挑戦したいよな、まあ、これもかっこいいですよね。先駆けたいよな、小材、うん、こう、本当だ、めっちゃいい、マッチングしていくっていうね、
じゃあ古材が手に入んなかったら、まあこういうこと、半分古材で無垢のやつをこう自分でやって混ぜても、混ぜても別にいいですね。変なもんにはならない。めちゃくちゃいい方法聞いた、江原さん、ありがとうございます。とんでもない、ありがとうございます。こんないい情報を先に俺に教えてくれていいんですか。当たり前じゃないですか。これちなみにいつ発売ですか。でも3月1日、はい、3月1日にあのウェブの方は受注開始で、店頭は、27日、今週の日曜日、27日、はい、2月27日。なるほど、江原さん、ありがとうございます。とんでもないです、ありがとうございます。ありがとうございます。遊べます。はい、また相談来ます。はい、ありがとうございます。